今日は某所に来ております。いきなりなんかこういうものが映っていますが、さあここはどこでしょう。なんか右側にちらちらと影が見えてますけど、いやー久々に千葉に来ました。いや久しぶりです、ね、めっちゃ久しぶりですね。まあショールームに前お邪魔して、はいはい、で今日は工場ですよね。ここね、ここはね、普段はもう誰もお客さんも来ないんですよ、はい、だからもうこうやって汚い格好して、あ、汚い格好じゃないね。それまずくないですか。平本さんの新しい場所で今日一人寂しく来て疲れたから休憩してるんです。なるほど、そうですか。いや僕もちょっと自分の動画でも言ったんですけど、あの増田のウェッジを使いすぎて溝がないんですよ。でしかもあのもうミュージさんがプロトタイプで作ったもうすっごい昔のやつを使っていて、でそろそろねそろそろ新しいウェッジ欲しいなと思って、まあね、ま、溝が減るまで使ってくれるってね。結構ねスペアが何本もあったんですよ、実は、あの3セットぐらいあったんですけど、まあ、ちょっとめでたく全部いっちゃったんで、そろそろ皆さん知らないかもしれないけど、はい、増田ゴルフ立ち上げ当初はね、小林さんには随分あの販売のお手伝いしてもらってね。そうなんですよ、まあ、それがあっての今だっていう感じで、本当に、ね、感謝してます。そうだからこの間もちょっとゆうさんと会った時に言ったけど、まあ、僕はあのなんていうかな、増田ゴルフがふるさとみたいなあのものなので、ね、あのテラちゃんも、ね、まあ、三越で頑張ってるっていうの、本当ウソルがなくならないように頑張ります。いやもう本当嬉しいですよ。そうそう、だから本当に今日はふるさとに帰ってきた、ありがとうございます感じで、でね、あのパターと、そうウェッジだけじゃなくてパターもちょっとあつらえたいなと思ってまして、スタジオ3だからもう僕スタジオ1も愛用してますけど、はい、はい、ありがとうございます。はい、スタジオ1はね結局、うん、あれあの頃から、うん、買ってないもんね。売れて年々その売り上げもね上がってすごいですよね。ちょっと信じられないですね、本当にありがたいですね、うん、あれは変わってんですか当初。その変わってない、ね、あ全く同じ形、はいはい、それもすごいですね、はいはい、いやそれはすごい、まあ、自分自身でその、ね、いいものはもうそのまま変えないんだっていう、ね、考えももちろんあるんですけど、はいはい、まあ、それをねやっぱ分かってくれたのかどうかは分かりませんけどね、お客さんがやっぱりずっと買ってくれてるっていうのはありがたいですね。なるほど。でじゃあちょっととりあえずウェッジ、はい、でそれあれですか、ユイさん手持ってんの、あれは自分の、あもうサビだらけの自分の、自分の、はいはい、だからまああのちょっと一回グースをね、はいはい、使ってみたいなと、はいはい、ぜひぜひ思ってたので、ぜひもう本当にこれでねもうイップスが治った、アプロ、シャンクが治った、うん、もう本当にあのありがたいその感謝の声をねやっぱりあの俺の言葉を聞いてる。はいはい、いやだから僕やっぱりこの増田のウェッジはね本当使ってほしいですよね、あの打ったことない人に。でもね僕あのフィッティング会でも言うんですけどね、うん、別にね僕が偉そうに作ったわけじゃないんですよ。これねジャンボさんがもう100回も優勝した中でね、はい、ちょっと作り上げたそのノウハウが入ったのを、はいはい、僕がそれを形にしただけなんですよ。だから僕が作ったっていうねやっぱりジャンボさん の, あの、ね、蓄積のもとにできたものなので、まあ、自分で言うのもなんですけど悪いわけないんですよ、うんうんうん、なのでぜひねあの悩んでる方は使ってもらいたいなと思います、まあ、あとだからねちょっとさっき見せていただいたんですけど開くと全然そのグースが気にならないっていう。そうです、そうです、はい、基本ジャンボさんは、まあ、みんなご存知かもしれないけど左に行くの嫌うじゃないですか、はいはい、でもう本当最初からこう開き気味にしといてそこからもう上げたり転がしたりね、もう多彩な技でやるようになってるので、あのグースだから開けないとか、はい、グースだから引っかかるとか、グースだから球上げられないとかそういうこと一切ないですよね。出なかったらジャムさんはあんな勝てない。はですよね、はい。もうだってジャムさんずっと使ってるんですもんね。もう もう何年使ってますこのウェッジ。何年ですかね。あのエイジシュート何年だったっけ。あのエイジシュートだって僕あの日いましたもん。あ、そうなんだ。あのコース、はい、鶴屋でしたよね確か。そう、はい、いましたもん。ギリギリね開幕戦ギリギリに間に合わせてくれって間に合って、そう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 、2戦目のね鶴屋を組んで、それがこれね、ね皆さん知ってますけどね、その弟子のね原由里香をね、はいはい、使
ってもらってね、昨日一昨日かな、またミートヘッダーで作ってください。あ、そうですか。はい、うん、だから一回多分使っちゃうとね、変えられない。マツダのウェッジは本当に。ありがとうございます。いや本当ね、打ってほしいわ。コースしか作れないんじゃないかっていう人も中にいるからね、それはそれで困るんですけど、ね、はいはいはい、何でも作ります。そうですか、そうですか。じゃあここあれだ、工場だからそういう商品はないのね。商品はない。上に行けばあの今日組んでるものがあるんですか。あのありますね、それ後からちょっと。そうですか、わかりました。工場だから見せてはいけないものがいっぱいあるからね、あの、まあ、映せないよね、映せないものを。見てくださいってわけじゃない、あれじゃない。ちょっとゆうさん、その実演してもらっていいですか。ゆうさん、あの増田さん、あのウェッジの使い方。いやいやいや、僕は下手くそなんで。よく言います。休憩がてらね、たまにここでシダを兼ねて、はいはい、シダを兼ねて打ってます。これどうなんですか、具体的に どこがそのいわゆる、なんていうか、いわゆるその吊るしのウェッジと一番そのなんていうかな、違うところっていうか。一番違うのは、うん、やっぱりほとんどストレートのウェッジが今多いじゃないですか、はいはい、ストレートのウェッジだとやっぱり、まあ、自分もそうですけど、やっぱりこう、うん、なんか上げたくなるので、はい、こう丸くしゃくるわけじゃないけど、はい、そういう動きがどうしても入りやすいんだけど、うんうん、グースになるとそれがなくて、本当にもう素直にあのレベルにこう振り上げるみたいな、あ、そういう打ち方がになるので、あのスイングが良くなります。軌道が良くなる、うんうん、それがそのまあイアンショットとか、まあ、じゃあドライバーまで、うん、あのラインを出していくような動きにこうつながっていく、小さいショットだけどそれがもうドライバーまで。これあれですか、グースバンスはどのぐらいなんですか。そのバンスはね、基本14度です。基本、あ、はい、結構ありますね。ジャムさんはもっとつけろっていう時に、状況に応じて、あ、そうなんですか。それぐらいもあのバンスは強く、基本してます。それでジャムさんは、はい、あの14度より増やしたバンスでも、うん、あのベイグラウンドとかで開いてふわ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 打って、あ、これぐらいでちょうどいいなと。へえ、そうなんですか。本当にあのバンスが当たるから球上げられないとか、ジャムさん見てる感じで全くそれがない。うーん、あ、そうですか。日本の芝はこっちの方がいいんだっていうのは、ね、常にジャムさんが言ってるんですね。で、僕たちなんか14度って聞くとすごい安心しちゃいますけどね、はいはいはい、あのミス出なそうと思って、はいはい、それとまあ当然ながらサンドウェッジだから、はい、バンカーで使うじゃないですか。はい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 、ね、だからバンカーで使えるウェッジでなかったら、そうっすよね、何の意味もない。いや、でも本当そうです。この場面じゃ他のクラブだってアプローチだったら、なるほど、そこを想定してるんだ、うんうん、そうです。あ、それはだから本当、はい、サンドセーブ率とかね、やっぱプロだったら、なるほど、いや、それは一番のやっぱバンカーショット、これから練習しようと思って、はい、ちょうどね、昨日、はい、NS の根を打ちやすいので、なんかね、軽いの使うのちょっとね、気が引けるんですけど、はい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 、あまりにも打ちやすいので、一回ちょっと試しにやってみようと思って、まだラウンドで使ってなくて、練習場では打ってやっぱり良かったので、うんうん、ちょっとウェッジをさせてみました。これあれですか、58度と52度ですよね、基本は。58度、52度、ただ当然57度は欲しいとか、はいはい、いう方もいらっしゃるので、あえてロフト書いてないんだ、表示はしてなくて、はいはい、してます。若干の51、57とかね、そういう前後1度プラス1クラブマイナス1度ぐらいは全く問題なくやります。52度はバウンスは何度ですか。52度は8度、8、あ、はい、じゃあ、はい、それは全然もうね、はいはいはい、そうですね。ちょっとした長めのね、ロングバンカーとかでも、うんうん、使えます、はい、アプローチウェッジで。で、すいません、これも非常にこれはいいです、気になってるんですけど、そうですよ、これもなんか形がもう絶妙っすね。ああ、これね、もう長くゴルフやられてた方はね、ご存知かもしれないですけど、もともとジャンボさんがこういうモデルを昔使って、はいはい、でそれをやっぱりいいパターンなので、まあ、なんか残せないかなと思って、ただ当時のものってやっぱ軽い、はい、あと形状もね、うん、まあ、今思えばもうちょっと変えた方がいいなっていう部分があったので、まあ、形状を手直しして、重量をもう当時からだとどうですかね、30g ぐらい重くなりましたかね、ぐらいになって、
スと言いまして。え、これじゃああれですか、オズの時の形と一緒なんですか。あ、違います。それじゃ、まあ、その形じゃないですよね。ネックがね、ネックが出てるので、はい、その後にこういうモデル作ったことがあるので、はい、あれはもうフェース面にこう、まあ、飛び出てましたよ ね、はいはい、それが特許でしたもん ね、はい、それはそれでまあ悪くはないんだけど、うんうんうん、まあ、フェース面はね、普通は平らなのがフェース面なので、うん、はいはい、いやこれはねやっぱり L 字だけど、いいっすね、 L 字なのに、なんかこう安心感があって座りが良くて、まあ、普通に打てるっていうのはやっぱりいいですね、うん、だからやっぱベースは L 字なんですね。そうなんです、 L 字です、もう L 字です。 L 字でなきゃいけないんです、うん、このモデルは。なんで LGLG 言うかって言ったら、 L 字はね、やっぱ基本そのどんなストロークしてもやっぱ最後にこうヘッドを捕まえるような動きが、ね、はいはい、入るんですよ、うんうんうん、その特性上、はいはいはい、それがやっぱり強い転がりにもなるし、あと一転がりになるし、うん、やっぱこう打っていけるっていうね、渋野選手じゃないけどね、やっぱこう打っていけるっていうのが技として絶対大事なことなので、そういう意味じゃもう L 字はね、使いこなせるんだったらば、うん、L 字ってやっぱり有効ですよね。そうかも、まあ、いわゆるこれパッと見るとマレットっていうね、はいはいはい、あの、いう多分表現をすると思うんですけど、はい、L 字マレットですね。 L、やっぱり、うん、だけどユージさんの中では L 字なんだ。 L 字ですよ、ね、なるほど、これはもう L 字です。完全に、ね、こちらから見たらこう L、まあそうですね、まあ本当、はいはい、この立ち上げがね変わってたり、あとは、まあ、まあ、他の、うちも僕も作りますけどね、遠側がこう膨らんでるモデルとか、はい、やっぱそういう風になるとやっぱちょっとね癖が出てくるので、うそういう癖も少し殺してね、あ、まあ、誰が打ってもすんなりこうできるような癖になりました。これはだけどあれカスタマイズできるんですよね。あの色、あの、そうですね、そのできるんですよね、はい、します。僕ちょっとラインはちょっと入れていただこうかなと。そうですね、今はやっぱりラインが入ってるパッター、はい、あのラインっているんですかってよくフィッティングで聞かれるんですけど、はいはいはい、僕ねどっちでもいいと思ってます、うんうんうん、どうでもいいっていう言い方が悪いんですけど、やっぱりもう始めた頃からラインが入ってるパターで、うん、あの始めた人はやっぱないと不安じゃないですか、うん、そういう人にもういらないですよ、あ、なかなかね、うん、そんなね、人ね、僕らの古い、ね、うん、考えを押し付けてもしょうがないので、そこはそこで、ね、あの入れればいいと思います。これ点だけって人もいます？います、点だけはね結構多いです。ここに線を入れる方ももちろんですけど、でも線が多いですね。やっぱり円のが邪魔にならないって感じなんですかね。そうですね、なるほど、はい、了解です。いや、これね、これいいっすよね。ありがとうございます。これは本当にこれ納期どのぐらいですか、ちなみに。これは発売したばっかりで今だったら納期はもう、あ、本当、ある、あの、そうなんでもない、見立てて出せるので、まあ、うちはあの長さとか、はい、ね、線を入れたりとかそういうのがあるので、うんうん、あの即納っていうわけにはいかないんですけど、うんうん、あの、まあ1週間あれば来る、2週間あれば、あ、本当ですか、はい、ただ、分かりました。またね、頑張ったの最初売れたりするとまだちょっと、うんうん、はい、途切れたりはしますけど、今までみたいにあの何ヶ月も待つということは、うん、いや、ないような体制にだんだんなってきてます、はい、じゃあちょっと、はい、頼んで帰ります、はい、もう工場じゃ頼めないかな、まあ、あ、いや、僕はお願いします。受けたまわります、はい、ありがとうございます。ちょっと打ってみよう。